皆様おはようございます。本日はお忙しい中、ご参加いただき誠にありがとうございます。ただいまより、東京大学国際シンポジウム、U 東京男女プラス共同改革、ハッシュタグ WeChange を開催いたします。私は本日の司会進行を務めます、東京大学副学長で男女共同参画室長を務めております、吉江直子です。どうぞよろしくお願いいたします。 このシンポジウムは、東京大学が令和4年度科学技術人材育成補助事業、ダイバーシティ研究環境実現イニシアチブの女性リーダー育成型に採択され、ここにある通り、U 東京男女プラス共同改革、ハッシュタグ、WeChange と名付けた施策を全額を挙げて実施していくことを内外に宣言するとともに、 今後のビジョンを皆様と共に議論することを目的として開催しております。それでは開催に先立ちまして、東京大学理事副学長の林香織よりご挨拶を申し上げます。林先生、よろしくお願いいたします。はい、えー。皆さんおはようございます。 文部科学省科学技術学術政策局長、柿田康義様、そしてテキサス大学オースティン教授、オースティン,オースティン校教授、鳥居恵子様、そして今日お集まりの皆様、ダイバーシティと国際を担当しております理事副学長の林香織です。本日はこの国際シンポジウム U 東京 男女プラス共同改革、ハッシュタグ WeChange にご参加いただきまして、ありがとうございます。開会にあたりまして、一言ご挨拶申し上げます。このたび、東京大学は、令和4年度科学技術人材育成,育成費補助事業、ダイバーシティ研究環境実現イニシアチブ、女性リーダー型のものに採択されました。 このダイバーシティ研究環境実現イニシアチブ事業を本学では有東京男女プラス共同改革ハッシュタグ WeChange と名付けまして東京大学は変わるという強い思いで取り組んでおります今日のシンポジウムは本事業の採択にあたってのスタートだけではなく東京大学全学を挙げてジェンダー平等を推進することを表明するためのキックオフシンポジウムでございます 東京大学では藤井テルオ総長のリーダーシップのもと、2021年に U 東京コンパス多様性の海へ対話が創造する未来を公表しました。それに基づきまして、昨年は東京大学 D&I 宣言を発出するなど、多様性と包摂性を重要な柱として活動してまいりました。東京大学は何よりこの事業を通して、 大学の全構成員のジェンダーに関する意識改革を刊行したいと思っています。キャンパスの文化を変えて、東京大学を変えていきたい。今日ここに集まった男女共同参画室、そしてダイバーシティ推進課は、その思いとともにずっと働いてまいりました。この事業の詳しい内容については、後ほど、吉江直子副学長男女共同参画室よりご説明をさせていただきます。そして、 今日のシンポジウムのプログラムも、この同じ思いで企画しています。第1部では、グローバルリーダー育成に向けてというテーマで、エッセイスト小島恵子さんにモデレートをお願いし、お茶の水女子大学の佐々木康子学長と、本学総長藤井照夫と、両大学のリーダーの立場から、大学運営から考えるジェンダー平等について、取り組みの現状、そして方向性について対談いただきます。 第2部では特に東京大学の男女共同参画ダイバーシティに関する数を取り上げてみたいと考えています数値目標というのは常に注目が集まりともすると女性活躍の争点となりがちです本学でも大学教員における女性比率を25%とすることをまずは指標としておりつい最近ではメディアなどで 今後5年間に女性教員約300人を採用という部分が大きく取り上げられました。数はジェンダー平等の重要な指標です。けれども、それだけではジェンダー平等を達成するには程遠いですし、そこから見えない課題もたくさんあります。また、誤解も招きやすいものです。けれども、たかが数、されど数、 私たちにとって数は大事でもあります。そこで本日は数をめぐって、東京大学の学部生、大学院生、若手研究者、本学教員、そして学外の方からもゲストをお招きしまして、パネルディスカッションを行います。東京大学は学部の入試というイメージがとても社会的に強いわけなので、どこか 正解を探すというイメージがありますよね。けれども、今日、ここで私たちが立てる問いというのには、正しい答えというのはないのだと思います。このシンポジウムの目的は、正解を探すのではなく、問題意識の共有をすることだと思っています。つまり、東京大学、そして、ひいては日本全体が、極端に日本人の男性による支配に偏り、近質的な 研究、教育、職場環境が続いていることについて、これを変えていきたい、変えていかなくてはならないという危機感を私たちで自ら言語化し、そして共有することです。そしてできれば多くの皆さんに、この東京大学の中にも、こうしたことを変えたいという意思が存在し、変わろうとしていることを広く社会にお伝えできればと思っています。 そうすることによって、東京大学の中、外にかかわらず、ジェンダー平等に向けて、一人でも二人でも、意を同じくした仲間たちが増えていき、つながっていけば、それがやがては大きな変革に結びつく、こう信じています。本日のシンポジウムが少しずつ、東大の、そして日本社会のジェンダー平等実現につながることを願って、 私からのご挨拶とさせていただきます、はい。先生、ありがとうございました、えー。続きまして、シンポジウムの趣旨について、私より簡単にご説明させていただきます。えー詳細はえーです えっと、今、スライドの右下にあります QR コードを示しておりますけれども、こちらからリンクしていただけます。共同参画室のホームページにも掲げておりますので、ご覧いただけると幸いです。さて、私どもが今回実施するダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ、女性リーダー育成型、 は、女性の上位職、すなわち、教授、准教授を育成するということが目標として掲げられております。え東京大学では、従来より、教授、女性の教授、准教授は増加傾向を維持してまいりました。しかしながら、その増加率、増加速度は非常に低い水準にとどまっておりました。今回、私どもはまず、 この増加の速度を加速すること、具体的には過去10年間の2倍とすることを第一の目標として掲げております。これは今後6年間で着任する、着任が見込まれる1200名の教授、准教授のうちの300名を女性とするものです。国内外より幅広く人材を作って 募って、これを実現したいというふうに考えております。これを実現するために、今、画面で右下にあります赤枠に記載いたしました、女性教員の雇用に直接関わるいくつかの施策を開始しております。先ほど、 本学では国内外より幅広く女性を登用することをすると申し上げましたけれども同時に女性研究者の育成も通じて日本のそして世界の学術を担う優秀な女性人材をこれまで以上に多数輩出しているいくということも目標に掲げておりますこのためにの行動計画が右上オレンジ枠で示したところにあります さらに、このプロジェクトはこれなくして成功はあり得ないと私どもが考えているのが、マジョリティも含めた全学的な意識改革、ダイバーシティインクルージョンに対する意識の向上です。これが左上の青枠に示したところに行動計画を示しております。分類としては赤枠の中に入れておりますが、各研究家、 研究所の副部局長、副研究課長、副研究所長クラスからなる意見交換会も組織しております。これはですね、各部局で策定された人事女性計画、女性人事計画の進行を議論する目的で、もともと立ち上げたものでございますけれども、えー、女性の育成全般、あるいは意識改革全般についても幅広く え、議論をしている最中です。今活発な議論が行われているところでございます。え、このような全額を上げて取り組む再生ができておりますので、これら、え、この会議体及び3つの行動計画を着実に実施していくことで、この図の真ん中に示しております通り、スパイラルアップしていくことを目指しております。 はい。以上が本事業の概要となります。本日はこれについて、皆さんと、えっと、理念を共有すること、そして議論させていただくことを目的として開催させていただいております。え、それでは、プログラムの方を進めてまいります。続きまして、文部科学省科学技術学術政策局長の柿田康義様より、ご来賓のご挨拶を頂戴いたしたいと思います。 本日柿田局長は国会対応でお忙しいとお聞きしておりますそこで事前にいただいたビデオメッセージを放映いたします皆さんこんにちは文部科学省の柿田です本シンポジウムの開催にあたり一言ご挨拶申し上げますまず皆様におかれましては日頃より女性研究者の活躍促進に向けダイバーシティ研究環境の実現に ご尽力いただいておりこの場をお借りしまして感謝申し上げますさて現在我が国が本格的な人口減少局面を迎える中人々が制約なくその能力を最大限に発揮し活躍できる環境を整備していくことが不可欠となっておりますそしてこれに加えて社会の活力の維持向上を図る上では特に 女性の皆様が能力を発揮できる環境を社会全体で作り女性の活躍促進を図っていくことが大変重要となっております科学技術学術の分野においても研究者コミュニティのダイバーシティを確保し多様な視点や優れた発想を取り入れ科学技術イノベーションを活性化していくには女性研究者の登用と 活躍促進に向けた環境の整備が重要な課題となっております。近年我が国の民間企業を含む女性研究者の割合は令和3年度に17.5%まで上昇しておりますが諸外国と比較すると依然として低い水準にとどまっております。また大学の女性教員割合についても 皆様方のご尽力もあり上昇しておりますが政府のの早期目標の達成に向けてさらななる努力が必要な状況ですこのような状況を踏まえ文部科学省としましては平成27年度以降ダイバーシティ研究環境実現イニシアチブを実施し出産や育児等のライフイベントと研究の両立 女性研究者の研究力向上上位職への登用等に取り組む大学等を重点的に支援しております東京大学におかれましては令和4年度より本事業の女性リーダー育成型に採択されましたこの中で東京大学全教職員の意識改革大学院生からシニアまでの女性研究者キャリアアップ 女性の加速的増加など世界標準のダイバーシティ環境づくりを実践するための取り組みが期待されております本日開催されるシンポジウムを契機に東京大学の取り組みがさらに充実し好循環となることを強くご期待申し上げます結びに本シンポジウムの開催にあたり東京大学をはじめ 関係者の皆様のご尽力に改めて敬意を表しますとともに、このシンポジウムがご参加の皆様にとって実り多い場となりますことを心より記念いたしまして、私の挨拶とさせていただきます。ありがとうございます。角田局長、ありがとうございましたえ。続きまして、今回のシンポジウムを開催するにあたり、 海外で活躍される女性を代表して、テキサス大学オークスティン校教授、鳥居恵子様より、応援のメッセージを頂戴いたします。それでは鳥居先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。テキサス大学の鳥居恵子です。 今日は女性研究者の活躍促進。私が科学者ですので、特に理数後継における活躍促進を中心としまして、私が思う東京大学の役割と期待に対して、ちょっと語らせてください。で、なぜ女性研究者を推進するのかということで、まずは現状を見てみよう。先ほど、あの、文科大臣もおっしゃいましたが、日本の女性研究者数は、 えー、OECD 先進国最低な状態であります。でもそれでもあのこう年限を1980年代から追ってみていると、まあそれでも確実に少しずつ上昇しています。で、なぜが何が問題なのかとここであのその上昇していくことがなぜ必要なのか、そしてな何,何が問題なのか。 ということを考えていくと上で、非常に重要な概念がありまして、これは水漏れ水道管ですね、リーキーパイプラインと呼ばれているものなのですが、こちら、ごく最近の日本の医療、医学部の教員のデータをちょっとこちらに使わせていただいていますが、その他のポジションから助教、講師、准教授、教授と上がっていく上でですね、 下位のポジションでは、まあ、25%といっても、まあ、上位職はもう5%にも満たないという状態になっています。で、これはですね、昔、昔は理系の女,女性の母数が少なかったので、まあ、単に世代の問題であると考えている方が多いかもしれないのですが、これは実は世代の問題ではありません。 えー、こちらのグラフを見ていただけると分かると思うんですが、まあ、助教女性の助教の数はずっと順調に増えているのですが医学部の女性教授の数というものを見ていくと、まあ、2003年あたりを頭打ちにしてそこから全く増えていないんですね。で,ですので、まあ、この現状データを見ますと何もしないで放っておけば、まあ、時間が解決して自然に女性教員・上位職の数が増えていくというわけでもないんです。 それはあの違う考えなんですねでは一体何があの女性活躍促進の足かせになっているのかで特に日本の場合はですねこれ、まあ、世界共通の無意識のバイアス偏見ですねこれが、まあ、日本の場合は特に社会的偏見が根強い問題として令和の今の時代でも残っているということです。 で基本的にはまあ女性はリーダー職よりもサポート職に向いているという考え方の文化ですとか、まあ、内従の好などという文化。実際にまあいくつも出ている論文からあのちょっと抜粋させていただきましたけれど、例えば女性科学者や女性エンジニアという言葉は社会的にネガティブに捉えられています、日本では。男性の場合はポジティブに捉えられています。 それだけではなくて、日本の一般家庭において、まあ、女子の理工系の選択は、まあ、ポジティブに捉えられていなくて、さらにちょっと問題だと思うのは、まあ、小中高の学校教員の中には、まあ、女子学生に理数工系の進学を進めない方がいる、そういうシチュエーションがたびたびあるということであの、社会、学校、家庭、その全てにおいて、まあ、女性、 若い、あの、将来の女性研究者、女性技術者、医療者などにな,なってくれる方々は、まあ、意気込みをくじかれてきているということなんですね。それが非常に大きな問題であるということです。では、一体どうしたらいいのかということで、多面的なアプローチが必要です。で、ここで非常に重要なのは、トップダウンのアプローチなんですね。なぜかというと、まあ、自然に放っておいても、なかなか文化というのは変わっていかないからです。 で、ここで最も重要なのが、上位職、医師決定戦争の女性比率を増やすということです。まあ、これは、あの教授、学科長、学部長、理事、副学長から、まあ、学長まで全てですね。で、これはなぜかと言いますと、まあ、医師決定そのメンバーというのは、まあ、企業の取締役会や、まあ、理事会でもそうなんですが、まあ、男性で占められ、占められがちですで。これはアメリカでもそうで、男しかいないので、マンだけのマネル。 ってよく呼ばれているんですがそのため、まあ、政策決定などの重要な決断において、まあ、視点が狭くなってしまいがちになるまた男性の選考委員長は、まあ、女性の応募者が4分の1だったとしても、まあ、95%の確率で男性を選ぶという論文報告もありますですのでリーダー職上位職の女性比率を上げていくことがあのこれからの社会を変えていく近道であると考えられています。 でそれにおきましては、この東京大学の林香織理事長による含めたまあ過半数が女性,女性にというこの取り組み、非常に大きく期待しています。もちろんトップダウンだけではだめでして、まあ、ボトムアップも必要なんですで。この1つ重要な東京大学の役割でできることというのは、まあ、小中高生や一般家庭へのロールモデルの重要性を説いていく。例えば、電気に登場してくる女性科学者といえば、 あの昔のキュリー夫人だけというのはちょっとおかしいんですね。素晴らしい女性科学者。日本にもたくさんいらっしゃいますので。で、実際の論文データとしましては、例えば小中高時代に理科の先生が女性だった女子生徒はより理系に進学します。また、母親が理系だった女子生徒はより理系,理系に進学するという、まあ、そういうことも知られています。 したがって、まあ、学校や社会など、あらゆるステージにおいて、ロールモデルの存在と可視化が重要です。それはもう、あの高校生に対するあの大学生の出張講演ですとか、まあ、大学院生、ホスト若い研究者から教授におけるって、すべての段階で、まあ、皆さんがロールモデルだということです。でそれはなぜかというと、まあ、モア・ザ・マリア、数は力。 実際に、まあ、羽ばたく女性研究者賞ですとか私もあの参加している輝く女性研究者賞など、まあ、JST さんもそういった表彰業務を行ってあのロールモデルを世に送り出して皆さんに見える化しようという取り組みはなされあの行われています。 で実際に私個人の経験談をちょっとだけ話しさせていただこうと思うんですがアメリカでもですね状況はまあ20年前は非常に似たような状況でしてナショナルサイエンスファウンデーション日本でいう JST もしくは JSPS のようなところが、えー、理数後継の学部における女性教,教員の数が比率が20%以下という、まあ、情けない大学をターゲットにした競合的研究資金をあの アドバンスというプログラムを行いました。で、私の前職のワシントン大学は残念ながらそれに入ってしまって、2001年から2007年まで女性教授、上位職をプロモートして、そのキャリアを維持する、脱落を防ぐという2点において、非常に強く運営がなされました。これ ディレクターだったイブル・リスキンさんという方がものすごく強くプッシュして、2000年から2021年で女性教授の数は3倍に増えました。ただやっぱりアメリカでも20年かかっています。で、この中で私が非常に役立った、私のキャリアのとの両立で非常に重要だったのは、あの、出産や介護と研究業務との両立をサポートする資金制度です。で、これは男性でも OK だったんです。 で2003年に私は第1子を出産しましたが、その時にラブを運営する女性ポストコ、このリンピリテリさんってすごい方だったんですけど、この彼女の半年間の供養と、それから自宅で論文執筆するためのノートパソコンとレーザープリンターをいただきました。これ2003年の時は非常にコンピューター高かったので、非常にありがたかったです。で、2007年に第2子出産した時は、私ではなくて、夫がちょうどあの手際審査、 という重要な局面を迎えていましたので、彼が、あの、この、あの、制度を取得しました。で、彼の代替要員の非常勤講師の給料をカバーしていただきました。で、実際に、その、初心者ママさんチームで、私のラボはですね、教科書を書き換える成果を上げたんですが、これはその最初に、サイエンスに論文を出した全員、著者全員、実は女性で、この写真実はすごくて、この4人のうち2人が、あの、小さな、 あの乳幼児のママさんで、えー、残りの2人は妊婦さんだったんですが誰が誰とは言いませんけれど、えー、そういった中でお互いにあのカバーしつつ頑張って成果を上げてきましたでこのアドバンスで雇ったリン・ピリテリさんはその数年後にネイチャーに論文を出されて、まあ、お二人とも教授を現在他の大学でされていてジェシーさんは、えー、講師をされていますでは 初心に戻って、なぜ女性研究者を推進するのかという問題ですが、それはジェンダー多様性は科学の進歩につながるからです。それはなぜかというと、まあ、異なる視点や考え方が持つ人たちが集まることによってイノベーションが行われる。そして多様な立場を尊重する社会は誰にでも優しい。 まあいろんな皆さん別に出産だけではなくても病気になったりとかいろんな親御さんの介護とかいろいろあるわけですけどそういうのをカバーし合って業績をつっていくという優しい社会を目指すことができるからです。で、これあの つい最近、テキサス大の私のラボで、まあ、国際女性科学者の日にラボの女性メンバーとちょっと記念撮影しました。でも実は男性も同じだけいて、LGTBQ の,あの性多様性の方々も私たちのラボにはいて、みんな人種とかもバラバラで結構雑多なあの集団で研究しています。で、最後になぜ女性研究者を推進するのか、これ特に日本では大きな問題ですが、まあ、超 少子高齢化を迎えている日本の社会では、若い才能をどんどん取り上げないといかないと、まあ、社会自体が回っていかなくなります。そして、その中で人口の半分を占めている女性を締め出してしまうというのは、もうタレント、才能のロスとしか言いようがないんですね。そのために、まあ、ワーク・ライフ・バランスは鍵ですしあの、皆さんでこれからを盛り上げていっていただきたいと思っています。で、名実ともに日本を大学、日本を大学、 批する大学である東京大学のこの大胆な取り組みに心から期待いたします。応援します。どうもご清聴ありがとうございました。え鳥先生、ありがとうございました。鳥先生にはアメリカからオンラインでつないでいただきました。えー、それではこれより、第一部、お茶の水女子大学長、東京大学総長対話、グローバルリーダーの育成に向けて、 を開始いたします。えー、登壇いただくのは、東京、えっ、ー、と、お茶の水女子大学長、佐々木康子様、えー、東京大学総長、藤井輝夫、で、パえー、っと、え、セイスで東京大学大学院情報学館客員研究員の小島恵子様をお迎えして、えー、グローバルリーダーの育成、女性リーダーの育成について対話をいただきます。 それではどうぞよろしくお願いいたします。 よろしくお願いいたします。ご紹介いただきました。エッセイストの小島恵子と申します。えー、東京大学大学院情報学館で、えー、林香織教授の下で、あの、客員研究員としてメディア表現と多様性について、えー、いろいろと、えー、ワークショップを開いたり、シンポジウムを、えー、開いたり、まあ、著書を強調で出したりという活動で、あの、えー、ご縁をいただいております、えー。ではですね、ここからは、あの、今ご紹介いただいたように、えー、この、 お二人と一緒にお話を進めてまいりますちょっと眼鏡をかけますまずこの第一部の概要をご説明します第一部ではグローバルリーダーの育成に向けてというテーマで研究者におけるリーダーシップや 学生や若手研究者支援等について、それぞれのご経験、そして大学のお取り組みを共有して、グローバルリーダーの育成の現状とその方向性についてお二人からお話しいただきます。昨年東京大学は構成員の意識改革、それから6年間で女性教授、准教授300名採用、これを目指すという方針を打ち出しました。 東京大学ではこれまでも女性研究者の積極的な登用や、女性の大学生、大学院生、そして若手の女性研究者支援等について取り組んできています。しかしながら、教員や学生の女性比率の伸びはあまりまだ見られないという状況です。東京大学の基本方針、優東京コンパスの3つの柱のうちの1つが、多様性と包摂性です。 この方針のもと、多様な背景を持つ人が集まり、対話を通して新たな学知を生み出していくこと、そしてインクルーシブなキャンパス環境を作っていくことを目指しています。有東京コンパスにおいても、中期目標、中期計画においても、女性教員比率を25%まで高めることというのを目標としています。こうした取り組みを着実に進めていくために、東京大学は文部科学省のダイバーシティー 研究環境実現イニシアシブ。女性リーダー育成型に申請して選定されました。まあ、先ほどお話がありましたね。この事業のもと、今日のシンポジウムのタイトルでもあります、優等教男女プラス共同改革ハッシュタグ w e c h a n g e を開始、全額を上げてグローバルリーダー、女性リーダーの育成に取り組んでいます。 今日は先駆的に女性リーダーの育成に取り組み、大きな,大きな成果を上げていらっしゃる、お茶の水女子大学の佐々木康子学長をお迎えして、藤井テ夫総長との対話を通じて、多角的な視点からリーダー育成について考えてまいります。今年1月にお茶の水女子大学と東京大学は、連携及び協力に関する包括協定を締結しています。 お茶の水女子大学、東京大学が幅広く連携を強化することにより生まれる相乗効果についてもお二人に伺えたらと思います。えではまずグローバル忍談の育成について伺います。東京大学が取り組んでいる「優東京男女プラス共同改革」「ハッシュタグ #WeChange」まあ、ちょっと長いタイトルなんですがなぜ今この取り組みに着手されるのでしょうか藤井さんお願いいたします、はい、ありがとうございます。 えー、藤井でございます。あの、え、もう今、あの、すでにご紹介いただきましたように、まあ昨年、えー、一昨年ですね、有東京コンパスというのを発表しまして、その中で多様性と包摂性を大事にしていこうと。で、それは、あの、大学の役割を考えたときに、やはり大学という場所は、まあいろいろな人が集まって、で、そこでこう、伸び伸びと活動をする中で、その地を生み出していく。えー、それからまあやはりこう、大学の外の皆さんとも、 まあ、対話って今、あのことをおっしゃっていただきましたけども、まあ、対話を通じてその地っていうものを、まあ、共有していく、あるいは、えー、地をこう一緒にあの作っていくと。まあいったようなことを通じて、こう世界に貢献していくというものだろうというふうに、えー、考えまして、このユト東京コンパスの中で多様性法制制大事にしようということを言っています。あのちょうど実は今朝のあの、 えーとこれ朝日新聞のあの折々の言葉でえーとハンナーアーレントのあの言葉が紹介されてるんですけども共通世界はそれがわずか一つの位相の下で見られるとき消失するっていうふうになってますねでつまりあの共通世界が存在するのはあのそれを見る見方がいろいろあるからであるとつまり一つの見方だけで世界を見ようとするとそれは共通世界というのはなくなってしまうというまあそういうことなんだろうと思うんですけども。 でまさにやはり学問の世界もそうですしそれからそのグローバルリーダーということを考えた時もやはりさまざまな視点からものを見るでそれをあのお互いに理解し共有していくっていうことがまあ非常に重要ですしでそういうあの取り組みをこう東京大学としてもやっていきたいとでその中であの東京大学の中のことを見ますと、えー、まあ男女比率の話でまあ教員の話ありましたけども、まあ、やはり あの、極めて、今のところは、あの、女性の教員の数は少ない。で、これは、あの、えっと、先ほどの鳥居先生のお話もありましたけれども、まあ、そもそも、あの、女性の研究者が少ないというようなことは言われるわけですが、ただ、やはり、あの、十分に、しっかり、こう、評価されてこなかった、優秀なのに、評価されてこなかったというケースが、まあ、やはり、この、いわゆるアンダーリプレゼンテッドな、 状態っていうのが、まあやっぱりずっと続いてきているんだろうということがありますので、まあそういったことを、まあ改善していきたいというのが一つあってですね、で、これをあのしっかり取り戻していけば、あの今お話したまあ最初にこう掲げている、まあ、そうしたこう理想の状態に近づいていけるだろうというふうに考えているところです。そうですね本当にあの 学びでもそうですし、出会いでもそうですけれどもね、こんなに違うと思っていたのに、実はそこに、あの、共通するものがあったっていう時にね、喜びを感じたり、また逆にね、同じだと思っていたけれども、実はその背景にこんな違いがあったっていう時にも、ワクワクしたりしますけどね、あの、キャンパスの中の人間関係ですとか、研究環境にもそういうものが必要だと、ことは本当にあの、大切なお話だなと思いました。あの、佐々木学長も非常にもう、あの、精神的な取り組みをすでになさっていますけれど、今のこの、えー、藤井さんのお話にあった東京大学がこういう取り組みを 社会を変えるという意味であの日本の大学のトップともいえる東京大学があの数値目標とと,ともにあの女性研究者を増やすというあの明確なメッセージをあの発出されたということは大変あの意義が大きいというふうに考えています。 ちょうど今から100年前ですけれども、1913年に日本で初めて東北大学が女子学生を受け入れ、そして5年後の1918年に北海道大学が初めての女子学生を受け入れました。 で、いずれにも、あの、お茶の水女子大学の前身である東京女子高等師範学校から、あの、まあ、の出身の、あの、黒田知佳、あの、加藤セチラが入学しているのですが、実はこれは、あの、両大学とも、あの、当時の、あの、総長の英談であり、えー、文部学科学省をはじめ、教員や男子学生などのから、学内から大きな、まあ、反対の声が上がる中での受け入れであったという記録が残っております。 でまあ、入学したあの女子学生たちはあの逆風にもめげずあの立派な成績を収めたにもかかわらず、まあ、両大学そしてその影響を受けたはずの他大学においても、まあ、その後の,あの女子学生の受け入れが一気に進んだというわけではなかったようです。で そのことから理解されるのは大きな変化を起こすためには、あらいといいますか、支持者とか支援者とか、もちろん重要なんですけれども、個人だけではなくて環境や社会の理解、サポートなど、最近ではナラティブと捉えられる場面もありますけれども、社会の雰囲気のようなものが必要なのではないかというふうに示唆されると思います。その点、今回の東京大学の大学を挙げて取り組むという強い 力強いメッセージは、まあ、東京大学の中だけではなくて、社会を大きく変える可能性があるものだというふうに、私は感じております。まあ、お茶の水女子大学も東京大学も、えー、まあ、社会の様々な場所で意思決定をする、まあ、ところに関わる方が、まあ、ね、たくさん輩出されている大学ですから、本当に社会を変える力があると思いますが、あの、藤井さん、この、えー、今回の U 東京男女プラス共同改革、ハッシュタグ、WeChange、えー、具体的にはどういう取り組みを通じて、 あの社会に影響を与えていこうとまた学内を変えていこうとされてるんですかはいあのえっ、ー、とこの取り組み始めた時にですねまずあの最初にこうハイライトしていただいたのは、まあ、300名の、えー、教授準教授職を300名、えー、採用するんだということで、まあ、あの各所で報道をい,いたりとかですねいうことがあったわけですけどもでそれはあのもちろん、えー、と先ほどの説明にもありましたけども、まあ、女性教員の数をの え、伸び率を、まあ、倍にしていきたいという、まあ、そういうことなわけですが、あの、それだけではなく、その数字を増やすということだけではなくてですね、やはり、ポイントは、あの、意識改革、え、これは、まあ、全構成員の意識改革、ということが、まあ、大事だろうというふうに、え、考えていまして、まあ、そのために学内で、例えば、いろいろな形で、こう、みんなで、あの、まあ、この、 大事な考え方を学ぶ機会を設けるであるとか、それからあの大学院生とか若手研究者の皆さんについては、むしろその研究をやる上でのですね、そのスキルアップが図れるような、まあそういうあのコースを設けるであるとかですね、それからあの、研究のトップリーダー、まあこういう方々を育成するようなコースなども設けて、でまああのもっとあの言えばですね、えっと例えばそういう方々のこうロールモデルになるような、 方にもあの起こし、まあ東京大学にもお越しいただいて、でこのまあ女性研究者がまああの活躍していく、まあ何て言うんでしょうね、この将来が描けるようなまあそういう環境づくりも同時に進めていければというふうに考えています。ちょっとね残念なランキングなんですが、東京大学は日本の大学の中でも最もそのジェンダーのダイバーシティが低い。 低いといとうですねほぼ男子大学みたいな状況になっているというね、あの現状がありますので、かなりこうスピードアップして、まあまあ、あの目に見える風景を変えていくってことが大切だと思うんですが、あのそもそもではそういう、まあ割と上位の教員に採用しうるようなですね、起用しうるような、そのプールになる人材自体も女性は少ないわけじゃないですか。そうであれば、その外からっていうのは、あの海外の方も含めて、え、呼ぶということは選択肢に入ってるんでしょうかそうですね、はい、海外グローバル に来ていただくそれからあの必ずしもその研究者だけを見るということではなくてですね例えば産業界で活躍されている方なども含めて、まあ、広くあの、まあ、東京大学にですねお越しいただければと。 いう,ふうに考えてますなるほど、えー、グローバルな多様性っていう点で見てもちょっと東京大学はまだだいぶ頑張らなくてはならないという、えー、ことだそうですのでやっぱりこう日本人の男性の学生さんが非常に、まあ、マジョリティであるという状況を変える上でも、まあ、あの今おっしゃったような、えー、外からいろいろな方を呼ぶと本当にあの風景が変わりますよね一石二鳥三鳥と。 いう、あの、結果が期待できるわけですが、あの、うちゃのみず女子大学では、まあ、こうした女性研究者の登用、それからダイバーシティの取り組み、具体的にどのような、あの、知恵をお持ちで、どんな取り組みを進められているでしょうか。はい、ありがとうございます。 あの、まず、あの、その、えっと、今の、と問いに、あの、お答えする前になんですけれども、ま、あの、数は問題ではないと言っても、やはり、あの、数はすごく、あの、大切だというふうに思っています。で、あの、ま、あの、現在の30%グラブとか、ま、ちょっともうダメになった日本の202030っていうような、この30っていう数なんですけど、ま、3割っていう数ですけれども、それは、あの、ま、ンタ教授が、あの、女性がトークンにならない、女性は、ま、本当に真に、あの、そこの 価値がある存在としているためにはやっぱり30という数が大切という、まあ、基本になるということで、まあ、東京大学が目指されているものはまさにあのそこだというふうには理解をしております。で ま、もう一言言わせていただければ、ま、あの、150年前にお茶の水女子大学が生まれたということが、ま、今日私たち女子女性が活躍することの出発点になったというふうに言ってもいいのではないかというふうに思います。で、ま、私たちとしては、あの、その現在のお茶の水女子大学がその流れを絶やさず、推進していくことこそが私たちのあの、パーパスであるというふうに、あの、をいたしております。 で、あの、まあ、お茶の水女子大学は今ご紹介いただきましたように、あの、グローバル女性リーダー育成を目指して長年取り組んでおります。で、現在はジェンダー研究所、グローバルリーダーシップ研究所、ジェンダードイノベーション研究所の3つの研究所から構成される、グローバル女性リーダー育成研究機構で多様性と包摂性に富む、 グローーーバル女性リーダーの育成に取り組んで,おりますであのまあお茶水女子大学の取り組みのあのということなんですけれどもこれはあの、まあ、あのいくつかご紹介させていただきたいのですけれどもあの女性研究者、まあ、女子学生をフォーカスした支援だけではなくて、まあ、男女を問わない全ての構成員ですね教員学生 事務職員全員のこうウェルビーングを目指した取り組みというふうに、あの考えてあの取り組んでいるところでございます。でまあ、具体的にはやはりあのまあ、そうは言ってもですね。あの子育て中の女性研究者支援やまあ、一旦こう中断したキャリアをまたあの続けていこうとする女。女子女性。 あのサポートするための、あの学内の特別教員、あの特別研究員制度などもありますし。まあ先ほど男女を問わないというふうに申し上げましたけれども、その点ではあの介護とか看護、まあ養育中、まあそういう。あの研究者に対しては、あの男女を問わず支援を行っています。でまたあの本学には、あの泉直里という、あの保育園、あ、直里が保育園で、直里があるんですけれども。まあそこには、あのそこに預ける方。 にはあの育児支援奨学金を付与したりしております。えっとそれからあのこれはあのぜひあの東大でもしてほしいなと思うんですけどもうちでもあのうちではあのお茶の水女子大学賞といっ で、あの、ま、あの、か、あの、黒田地下賞とか安井子の賞などと、あの、まあ、あの、本学を卒業されて活躍されたリーダーとして、女性リーダーとして活躍された方のお名前を関する、あの、まあ、あの、表彰制度を設けておりますけれども、そこで本当に、あの、まあ、そういう形で、こう、いろいろな形で発信していく、あの、これがこれをやれば、 っていう特効薬があるわけではなくて、まあ、いろいろな取り組みを行っていくそしてそれがまた後のお話にもつながっていくかもしれないんですけれども一大学だけではなくてやはりあのいろいろな大学が連携して、まあ、こういうこの場をこういうあの場にあの座らせていただいたということも含めてですねあのいろいろな形であのメッセージを発信していってあのみんなであの作り上げていければいいなというふうに思っております。 ありがとうございます藤井さんあの、さっき東京大学25という数字が上がってましたけれども、やっぱりそうクリティカルマスと言われる30は欲しいなというのは、ちょっと私もですね、はい、もうなぜこれ25と刻んだんだ、はい、まあ、あの、はい、えー、そうですね、はい、30になるとクリティカルマスだということだと思うんですけれども、ただ今、あのえー、先ほどの、えー、と300名のプランですね、であれを300名をやって、まあ、やっと25%に。 行くだろうという、まあ、いう、まあ、目標になっていまして、で、今までも25五という目標を掲げてはいたんですけども、なかなかそこに到達できないという状況が続いてきましたので、まあ、まずは、まあ、ともかくこの25をクリアして、25をクリアしていく中でですね、やはり、まあ、これ、その過程でやはりまたいろいろな環境が、あの、整っていく、まあ、変わっていくということになるんだろうと思いますんで、はい、あの、えー、なんていうんでしょう、時期が来たら25、30に、 修正するとかですね、いうことも含めてですね、ぜひ考えていきたいと思います。はい。まあ、向こう5年間で女性教授、准教授300名採用で、まあ、そうすると25%が達成されるので、前倒しになったりするといいですね。はい。はい、その通りですね。<laughs> はい。ご <laughs>、はい、期待申し上げております。えー、で、次にですね、ちょっとあの、お話を伺いたいのが、まあ、あの、 大学だけでなくて、今、日本では色々な企業ですとか、組織で、まあ、女性を増やそうという動きはあります。ただ、こう、あの、よく中を見てみるとですね、例えば、あの、社外取締役に女性を増やしましたっていうけれども、あまりご専門の方ではなかったりですとか、あるいは、こう、社内の取締役、相変わらず、あの、男性ばかりだったりとか、あとは、あの、まあ、あの、民放のテレビ局なんかも非常に、こう、あの、女性の、え、まあ、幹部が少ないということが、 指摘されているんですが、こう正面から見たときにはですね、あ、最近ちょっとあの女性局長も増えてきてるな、なんていうふうにね、見えるんですね。ところが上から見たときにはですね、コアになる制作部門、まあ報道やあの情報番組、制作部門の一番のこのテレビ局のコアの事業に関しては男性の局長しかいなかったりするんですね。私これ勝手にこうドーナツ型企業って言ってるんですけれど、あの、こういうふうに、 形の上だけで女性が増えてるけれど、実はその組織の本質的な部分は相変わらず男性が意思決定をしているということにならないようにすることが肝心ではないかと思います。で、東京大学ではそうしたことは意識して何かされてるんでしょうかそうですね。まあ、あの、二つあると思うんですけども、やはりその意思決定層に、えー、女性に入っていただくということで、まあ、その意味では、あの、えー、私が、あの、 ちょうど総長就任したと、当時ですけども、まあ理事のあのメンバーは半分以上が女性だったということがありまして、まああの基本的に大学のまあ意思決定ってっのはその役員会でやることになりますんで、まあその意味ではあのトップの方からですね、やれることはやってきているというふうにも思いますし、それから今回のあの女性教員のあの採用についても、これもやはり教授準教授のところを、まあ 採用していこうということですので、まあその意味では、あの、まあ内側からやっていけることになるな、まあなるといいなというふうに思いますし、それからもう一つあの大事なことはですね、これやはりあの女性を増やすことは増やす、増やす話ですねと。で、だけどこちら側でじゃ大学は教育とか研究とかやってますねということにならないようにしなくてはいけないというふうに思っていまして、つまりあの教育とか研究、 のところに、やはり、あの、直接、この、え、ダイバーシティというものをですね、こう、取り入れていくという、まあ、そういう考え方が重要だろうというふうに思っていまして、で、まあ、あの、具体的には東京大学の中でも、このダイバーシティ推進センター、まあ、今、仮にそう言ってますけども、まあ、そういった、その、研究も担うような組織を作っていこうと。 いうことで、で、まあ、研究で、あの、お茶の水女子大学さんも、あの、えっ、ー、と、ジェンダーアドイノベーション研究所とか、先ほどおっしゃった研究所を3つぐらい作られていてですね、で、つまりこのことそのものをしっかりこう研究の中でやっていくと、えー、いうことが起こっていくというのがですね、もう一つやはりこれはあの大学のコアなまさに、あの、コアな活動ですから、そこにこの考え方を、まあ、積極的,的に取り入れて、えー、あるいは研究対象としてやっていくということも大事なんだろうと思っています。 え今、藤井さんがおっしゃった、あの、お茶の水女子大学のこの、ジェンダードイノベーション研究所について、あの、具体的に佐々木さん、どんな、あの、研究所なのか、お願いいたします、はい。はい、ありがとうございます。あの、まあ、あの、えっと と今年度、あの、設立した、あの、ジェンダードイノベーション研究所では、あの、これまでのあの研究や開発が、まあ、多くは、あの、先ほどからもう何度も出てきていますけど、男性が担ってきていたために、あの、無意識のうちに、まあ、男性を基準として進められて、こう、精査が見過ごされて ていることに対してま問題提起をし、積極的にま政策解析を行って研究開発のデザインに組み入れることで、知の再構成を促してま研究にとどまることなくまイノベーションを創出し、社会の多様性と包摂性を促進するということを目指しています。で。 また、ああのま研究とかイノベーションっていうことにもちょっと関連するんですけれども、あの学生ですね、先ほどからああのま当代は男子学生っていう話が出ていましたけれども、あの学生があのジェンダーとかジェンダードイノベーションについてまあ理解を深めるために、あの現在東京大学、東北大学、お茶の水女子大学でまあ一緒にあのムニバス形式の授業をあのが計画されています。でそこではまあ受け目の授業だけではなくて、三大学のあの学生たちのあのグループ ワークを通した学生同士の競争による知のまあ再構成とか知の創造を目指しているところです。ありがとうございます。東京大学もまあこうした先ほどおっしゃってたように、えー、研究所をまあ設立する形で、えー、それはいつぐらいまでにとお考えですか。えとまあできれば来年、えー、再来年ぐらいには形になるようにあのしたいというふうに今考えて、まあ準備をしているところです。でまあこれあのでダイバーシティー なんですけれども、一つは、あの、もちろん、ジェンダーもそうですけれども、ま、例えば、あの、バリアフリーとかですね、いうことも、ま、東京大学バリアフリー支援室っていうのも、あの、ありまして、男女共同参画の部分とバリアフリー、ま、そういったことも含めてですね、バリアフリーについても、これは、あの、えっと、当事者研究といって、ま、まさにその、障害をお持ちの方ご自身が、あの、研究をして、ま、例えばどういう研究環境、あるいは教育の環境でも、 どういうことが必要になるのかといったようなことを具体的に研究をしているというアクティビティもありますのでそういったものも含めてですねダイバーシティということを全体をどのように推進していくかというのをこれも研究の対象としても考えていくと。 まあそういうい環境づくりができればとと思っていいまますすありがとうございますあのではねそろそろ指、え、名、ー、のお時間になってきたんですけれどもあのお二人に改めてですねあの、まあ、今回ご覧になっている方はおそらく今回の取り組みですとかあるいは、まあ、あのより、まあ、ジェンダー平等が実現された東京大学というまあ、期待している方がご覧になっていると思いますので、えー、改めてなぜそれが大切なのか、まあ、それからあの うん、まあこの今回の取り組みを通じて期待されるあの社会に対するポジティブな影響について最後まとめの一言をいただければと思います。それではまず佐々木様からお願いいたします。 あの、先ほどあの、ご紹介されましていただきましたように、あの、今年の1月に、東京大学とお茶の水女子大学は、連携及び協力に関する包括協定を提携いたしました。そして、現在もうすでに、いくつかあの、連携の具体的な取り組みが、あの、計画されているところでございます。まあ、例えば、先にあげ、先ほど申し上げました、ジェンダーアドイノベーション研究所に関連する、まあ、あの、授業の、オムニバス事業の開催、それからアントレプレナー育成や SDGs に関する、まあ、教員学生、 の交流授業とかあと理系女性育成に貢献するためにあの本学があの理系女性育成研究啓発理,理系女性育成啓発研究所の,あのいろいろな事業を行っているんですけれどまた来年度設置予定の競争工学部での、まあ、クロスアポイントメントですねによるあの連携などがもう具体的に進んでいるところでございます。 まあ大規模という、総合大学である、東京大学とあのコンパクトな女子大学の、お茶の道女子大学が競争することで、新しい価値やイノベーションが生まれることをが期待されると思います。 また、あの、大学生や院生だけでなくて、お茶の水女子大学には、附付属の幼稚園から、あの、小学校、中学校、高校が併設されていますので、未来を作る人たちの教育を共に取り組んでいければと思っております。で、また、昨年の年末なんですけれども、私たちはキャンパスに一本の桜の木を植えました。で、それは、あの、ケンブリッジ大学ニューナムカレッジのグローバルトリープランニングプロジェクトに交互したものなのですけれども、 えー、これからのお茶の水女子大学が次の100年、150年に向けて、実はいずれジェンダー平等をもう超えて歩み続けていくのを見守ってくれるのではないかと、その気にあの期待をしているところでございます。で、また、あの、まあ、近くにもあって、こういう協定も結ばせていただきました、あの、身近なあの参照軸として常にあの変貌を遂げる東京、 大学の存在は本学のみならず日本のそしてアジアのそして世界の大学のあり方を模索するために書くことのできない基準になっていただけるものだというふうにあの期待をいたしておりますありがとうございますでは藤井さんお願いいたします ありがとうございます。あの、佐々木先生、はい、素晴らしい、あの、応援メッセージをいただきまして、ありがとうございます。あの、え今日は、あの、佐々木先生にもお越しいただきまして、で、まあ、こういう議論ができたっていうことは非常に、あの、良かったなと思っておりますが、まあ、やはり、あの、私たちが今考えなくてはいけないのは、あの、環境を変えていくということで、えー、まあ、あの、まさに、まあ、数を増やしていくということで、まあ、その今のクリティカルマスの議論もありましたが、まあ、クリティカルマスになることによって、まあ、その、 私たちの大学の中のですね、環境がもっとあの女性の研究者あるいは女,女子学生の皆さんを、ま、あのお迎えしやすく、あるいはあのお越し、あの来ていただきやすくなるような、ま、そういう環境に変えていくということはまず第一、え、重要だろうと思いますし、 これはあの、今の東京大学の構成員一同ですね、の、まあ、意識の持ちようも変えていって、そういった環境を実現していくということは重要だと思うんですが、まあ、そのことが、やはり今度は、例えば他のお茶の水女子大学さん、それか東北大学さん含めてですね、いろんな大学とも、まあ、一緒にそういったことを考えていくことによって、これやはり今度は、 えー、まあ、学生の皆さんは、まあ、社会にこう出ていって活躍していただくわけですから、そうすると、まあ、社会の、えー、中の意識も変わっていくということで、まあ、そういったこう、あの、うまい、あの、循環がですね、作っていければ、まあ、どんどんそういった形で、まあ、女性が活躍、えー、しやすくなる、まあ、そういったこう、社会になっていくんだろうというふうに思いますんで、まあ、この、あの、まあ、モーメンタムっていうんですかね、この動きをですね、えー、ぜひ、あの、これからも、ま、ますます、あの、 えー、活発化してですね。えー、で、まあ、あの、え、お茶の水女子大学さん含めて、えー、一緒に、あの、やらせていただければと思いますし、で、これによって、あの、日本があるいは、まあ、世界がこう変わっていくということに貢献できたらいいなというふうに考えております。はい、ありがとうございました。あの、今日ね、お話を伺、伺っていて、私も思ったことで、おそらくご覧になっている方も、あの、非常にこう、あの、 たくさんの刺激を受けたんじゃないかと思うんですけれども、なんで女性が少ないのかってあのいう話になると、あの、大抵、それは女性が優秀じゃないからっていう <laughs>、あの、答えが返ってくると思うんですけれども、なんか今回の取り組みってすごくいいなって思ったのが、えー、まあ、私たちが優秀な人って、 っていう時にイメージしていた優秀さってすごく幅の狭いものだったけれど、おそらくその幅が広がるであろうっていうことが一つ。それから優秀な人の中にいないと思っていた人が、実はそれぐらい、それが、それ以上優秀な人が、えー、そこではない場所にたくさんいたってことに気がつくっていうこともあると思います。で、あの女性が学びやすい環境っていうのは、おそらく男性が病気になっても、あるいは家族に変化が起きても、あるいは学びのこう形を変えたいと思っても学び続けられる環境だと思いますので、まあ今東京大学の大部分を を占めている男性の学生にとってもおそらくより学びやすい環境になるのではないかなと期待しておりますえ今日はお二人にいろいろとお話を伺いましたえ短い時間ではございましたがありがとうございました、はい、ありがとうございました